皆さんこんにちは。定刻になりましたので、5月の第一塾を開かせていただきます。あれ、佐藤さんは何を来るって聞いてない。今話してる間に来ると思いますので、ちょっとですね、私がの思いをまた伝えながら、大体もうその頃には来られると思います。G7 サミット無事終わって、これは何よりだったなと、こう思っております。皆さん方もいろんな受け止めあろうかと思いますが、核なき世界とこう銘打ってやりましたが、核なき世界に向けて具体的にどんなこの工程表アクションプログラムが発表されるかなと思って期待したんですけども、残念ながら具体的な提案というか流れというものはなかったかなというふうに受け止めております。合わせて核なき世界というならば G7 だけで解決できる話ではありません。ロシア、中国、あるいはインド、パキスタン等々ですね、イスラエルも持ってるんじゃないか、いやいやカザフスタンにもあるんじゃないかみたいな話もあるわけでありますからですね、ここは G7 だけで私は解決される話でないから、もっと幅広くですね声をかけるべきでないかなと、こんなふうに思っております。 G7 は皆さんご案内の通り経済でスタートした会議であります。世界経済どうするかが目的としてですね立ち上げた、これは7カ国首脳会議であります。ウクライナ問題があったものですから、今回はウクライナに焦点が当たってますけどもですね、本来ならばもっと経済の話がですね主たる議題となってよかったんじゃないかなと思っております。合わせて今 G7 で世界経済に植えるこの占めるウェイト比率は 40% ちょっとです。世界経済の G20 主要20カ国が 85% に何とするぐらいのですね力を持っております。 G7 にロシアも入る、中国も入る、韓国入る、インド入る、ブラジル入る、南アフリカ、インドネシア、カザフスタン、とうとう入って70カ国なんですね。じゃあこの20カ国の中で中国、インド、特に中国は今世界第二の経済大国です。インドで今伸びてて、10年後には中国抜くんでないかと言われてますね。そういったことを考えると、私はロシア、中国、インド、あるいはブラジルと南アが入っているこのブリックスですね、5カ国、時間が経つにつれてこっちの方の経済力というのは相当なウエイトを占めるし、また力を持っているんじゃないかなというような気がいたします。皆さん知っている通り、今回でもですねブラジルのムラ大統領はゼレンスキー大統領に会わんかったですね。ここら辺が私はブラジルのやっぱり立ち位置の国益を考えての判断をしたのかなという感じします。予定はセットされていた、しかしおそらく時間に遅れてしまったのか、あるいは来週も会いたくなかったから会わないような日程でになっていたのか、ここは確かじゃありませんけれども、私はやはりこのブラジルの大統領なんかも停戦論者です。ムラ大統領も一方的にウクライナを支援するなんてこと言わない人で、逆に日本に来たのはゼレンスキーに会うために来たんでないということだけははっきり言ってますね。私はブラジルはブラジルの大統領としてのですね、しかもあれだけの選挙を勝ち抜いてきた
指導者でありますから、明確なですね、このブラジルの国民を守る、あるいは国家を守るという上での判断だったのかなと思ってますね。インドはゼレンスキー大統領にも会いましたけれども、インドもアメリカにも武器は送るな、ロシアにも、ここは自制だ、銃を置けと言ってる指導者でありますから、私はインドの立ち位置も、これはインドの国益、同時にグローバルサウスのリーダー国でありますから、今このグローバルサウスを見るならば、カマンスは逆にロシアを理解したり、ロシアをとの協力関係で生きている国はたくさんあるわけでありますから、この点も私はやっぱり冷静に考えなくてはいけないんじゃないかなと、まあ、こんなふうに思っております。あの、何者にでゼレンスキーさんが来ましたけどもですね、ゼレンスキーさん日本に来てよかったかどうか、日本の支援について満足してるのか、内心本心はどこにあるか、何か考えるとですね、私はあの若干同情する部分もあるしですね、あのこれでよかったのかなという感じがいたします。これで特に佐藤さんからまたよく説明をですね、あのいただきたいと思いますけれども、あの新聞で発表になっているのは、あの自衛隊が使ってたトラック、これをですね100台程度あの送るという話であります。あの先生、これ全部中古車ですよね。はい、中古車だそうです。どれぐらい古いですか。あのですね、これまた佐藤さんやっぱり鋭いですね。皆さん、日本では使わない廃車にしたのを整備して送るそうです。あのね、自衛隊法の縛りがあるから、使える武器、使える装備品って出せないんだよね。これまさに今佐藤さんの言う通りでありましてね、私もあの防衛装備庁関係者にも念を今念を入れて確認してですね、そしたら整備をして出すから、まあ整備 次第いっぺんに100台出すわけじゃないですから、じゅんぐりじゅんぐり送り出すということだそうです。あと非常用養殖3万食だそうであります。これも自衛隊が国内でも非常用養殖はどこの駐屯地にも置いてます。ただこれも期限ありますね。来年3月までの期限の養殖だそうであります。先生、はい、そういえば思い出しますよね、9月1日東京拘置所で、はい、我々2回過ごしましたけども、9月1日で普段の食事に加えて乾パンと、結構大きい乾パンね、ソーセージの缶詰とみかんの缶詰が出るんですよ。でほら、防災の日で震災に備蓄用のやつを囚人に食べさせるわけですよ。ちょっと似てない、賞味期限がそろそろ切れるから。いや、これまさにね、今佐藤さん言った通り、あのじゅんぐりじゅんぐりあの交換していくわけですから、あのうちらもの女房なんかでも、あの水でも、あるいはその緊急の缶詰だとかなんかでも何個か用意しておけども、それは期限見ながら変えていくわけですからね。それと同じことなんですね。まあ言ってみれば、あの当たり前では当たり前ですけども、まあこれが支援と胸張って言えるかどうかも、一方ではバカにすんなっていう声もあっても私はいいのではないかなという感じはするんですけどもですね、あの今のところその2つだけだったんですね、ものでは、ですから、あのロシアとの関係の点非常に良かったですよね。だってね、廃車にするはずの車ちょっと整備したからっていう、それで渡して、走行も何もついてないわけで戦地で使えないよね。そういう車と、あとあの賞味期限が3月で切れちゃう食品、フードバンクみたいな感じだよね。でこういう感じと、それ3万食と、だちょっとなんか失礼な感じもするんだけどね。
やっぱり初物みたいな特別このためにっていう形で作ってやっぱり送るっていうようなそういう感じが心のこもった支援なんだけども、あれ来年の3月これ全部廃棄しないとなんないからなと、ちょっと早いとかどうぞ回しときますみたいな感じだからあんまりよくないね。あとさ、もっとひでえのはね、5万5千ドル分の反射材とカイロ、反射材ってあのピカピカ光るやつね、あの夜ガードマンさんとかが交通整理に使ってる、あれ何に使うんですかね、戦場で。ちょっとわからないですよね。戦場で光ると目立ちますよねそれからカイロ、皆さん考えて、今何月、これから暑くなってくるよな、カイロ使うか。そうするとゼレンスキーは今年中に戦争を終えるとか言ってるんだけどさ、越冬して頑張ってくださいみたいなメッセージと誤解されるんじゃないかと。それから皆さん、あのあれ あの使いした貝をさ、夏の間ほっといてね、冬になってから使おうとしてなんかカチカチになってて使えなかったってことない？こうやってやろうとしてもさ、カチカチになっちゃってて使えなくて暖かくならないっていう、大丈夫かね。でもなんでこんなの今の季節に出すのか、なんか季節物ってあるじゃない秋口にカイロもらうっていうことだったらそれあるかもしれないけど、これから夏になっていくっていうのはなんでカイロなんだろうね、ちょっとよくわかんないな。はい、あの佐藤さんから今的確なこの分析したお話もいただきましたから、私はこのぐらいでやめてですね、佐藤さんから今回のこの G7 の総括と、そしてまたウクライナ対応がどうであったか等々ですね、今日は幅広くちょうどいいタイミングでの大事実となりましたのでですね、まずは佐藤さんからお話をいただいて、そしてまた皆さんのご意見等を伺いたいとこう思いますので、今日もよろしくお願いします。はい、あのすいません、途中で終わっちゃって、あとさ、お金に関しては今回ね、これ官邸のホームページから抜き出したんだけども、ウクライナに対する債務救済措置、債務支払い猶予方式、78億円、約7000万ドル。要するにこれ、貸してあるお金をあげるって話じゃないよね。闇金牛島君とかに出てくるジャンプってやつだよね。だから今月はジャンプだっていう。ジャンプしてやると。78億円というと、個人にとってはでかいよね。こういう時に重要なのは何をベースに考えるかっていうと、私は高速道路考えたらいいと思う。高速道路って皆さん1キロ作るのにいくらかかると思う？日本全体平均して。だいたい高速道路1キロ作るのに53億円かかる。そうしたら高速道路1キロ350メートル分ぐらいの金を待ってやるってだけの話だよね。日本の国力からしてさ、あげるんだったらともかくと、このお金待ってあげるっていうのを首脳会談レベルでやるかね。これ大体私の相場感からすると、出先の大使館の3時間が通報するような話だよ。でも不思議じゃないよね。この前岸田さんがウクライナに行った時にお土産はしゃもじだったでしょでもあれロシア人とかウクライナ人から見るとさ、木の枝に木のあのかけらに悪魔の文字みたいなのが書いてあって、これで勝つって言われたらびっくりするよな。だって向こうは本当に戦争やってるんだよね。これすごいびっくりしたと思うんだよね。それで殺傷能力の持たない装備品のために NATO の基金から日本のお金入れるから、この時っていうのは40億円。皆さんこれは高速道路に換算すると800メートル弱。日本の国力で考えてみてさ、高速道路800メートルなのかね。だからロシアとの関係では良かったよ。だからロシアは全然文句言ってないからね、あの前回も今回も G7 の非難はしてるんだけども、日本の批判や岸田さんの批判はしてないからね。ということは今の状況の中でロシアによる、まあ、大体いいんじゃないかと、非友好国としては頑張れるギリギリのところで頑張ってるな、こんな感じだと思うんで、日本の新聞読んでると全然それ伝わってこないよね。でも官邸のホームページとか外務省のホームページを見て
皆さん冷静に考えてみることだよね。だからウクライナ国家警察への反社罪および介護供与約55万ドルとか見ると大丈夫かなと私はちょっと心配なんだよね。それで19日から21日まで広島で主要7カ国首脳会議が行われて、20日に G7 広島首脳コミュニケが発表されたでしょ。ロシアのテレビ見てたら面白かった。22日のグレートゲームっていうのを見てたら、この直前にアメリカのフォーリンアフェアーズっていうアメリカのエリートたちが読む雑誌があるんだよね。これに志田論文が出たと。首脳声明とほとんど同じ内容。それでこの首脳声明の内容について、ロシアの専門家とかあるいはアメリカのドミトリー・サミスさんとかいるんだけども、ヨーロッパの軍隊やアメリカ日本の軍隊じゃない、すごく攻撃的と、典型的なアメリカの文章だから言われてやってんだろうな、こういう話なんだけど中読んでみるでしょ。全てのものにとっての安全が損なわれない形で核軍縮不拡散の努力を強化するって言ってるんだよね。これ私すごい高く買う。どうして？全てのものの中にはロシアも入るから。だからロシアの安全保障っていうのも考えないといけないんですよっていうことだよね。あとね、この G7 の首脳と EU の代表たちが喧嘩して、それから資料館に行ったと。ここのところっていうのは私も意味があると思う。これに対しては資料館の中の様子を全然伝えないとかいろんな批判はあるんだけども、それなんだけども、広島の皆さん資料館行かれたことあるでしょ。あそこのところのジオラマとかで原爆っていうのがどれくらい悲惨なことなのかっていうことをやはり首脳に見せたということに意味があった。でもちろんあれはあんな無差別爆撃っていうのは国際法違反だし、アメリカってことはけしからんことなんだけども、じゃあ謝れと言ったってアメリカが謝るのかと。そうするとアメリカの理屈では我々はそれ到底受け入れることできないんだけどね。原爆を落とさなければ戦争はもっと続いていて、アメリカ人だけでなく日本人ももっと多く死んだでしょ。そういう観点から原爆を評価してるわけだよね。だからそういう国の首脳に謝れとか何とか言ったってそれは無理だ。物事の行き違うから。それからフランスも自分たちの持ってる核兵器っていうのは抑止のためで平和のために必要で自主外交のために必要だって言ってるわけだ。イギリスはアメリカと一体になって核兵器を持ってるわけで、核保有国だから。核保有国の連中に見せるためにはやっぱりそれなりのこっちの方でも落としどころをつけないといけないよね。その意味においてはいい落としどころだったと思うよ。あれよりはアメリカ人の傲慢さを考えるとあれ以上もできなかったと思う。ならば行かないぐらいのことはアメリカ行かねないから。だからその意味では見せたのは良かったと思う。それはやはりそれは首脳の記憶に残るからこういうことだと思うんですよ。それで今回のちょっと待ってね、まずウクライナ関連の方では見てみると2つ文書あるんだよね。1つは19日のウクライナに関する G7 共同声明にはこう書いてある。我々はロシアに対し侵攻中の侵略をやめ、国際的に認められたウクライナの領域全体から即時完全かつ無条件に部隊及び軍事装備を撤退させるよう強く求める。ロシアはこの戦争を始め、この戦争を終わらせることができる。ロシアによるウクライナ侵略は国際法、特に国連憲章の違反を構成する。我々は力によってウクライナの領域を獲得しようとするロシアの違法な試みに対する我々の断固とした拒絶を改めて表明する。我々はロシアの部隊及び軍事装備の完全かつ無条件の撤退なくして、
公正な平和は実現されないことを強調する。これは、和平を求めるあらゆる呼びかけに含まれなければならない。ということはどういうこと？ロシアが全部引かない限り絶対に和平交渉はしないということだから、これをベースにして停戦交渉できないということだね。だ、停戦する気がないと、停戦するなよとこう言ってるわけだよね。ただここに何か新しいことある？ないよね。アメリカの従来の立場が繰り返されただけだよね。それで20日に G7 広島首脳コミュニケが出たんだけども、そこではロシアが違法な侵略戦争に直面する中で必要とされる限りウクライナを支援するっていうふうに書かれてる。これも同じことの繰り返しだから、いずれにせよウクライナ主張を全面的に受け入れることをロシアに要求するんで、停戦交渉の基礎にはならないんです。で、今回ウクライナ側から見ると最大の成果っていうのは日本との関係ではなくてアメリカとの関係なんです。要するにアメリカ製の第4世代の戦闘機の F-16 をずっとゼレンスキーは欲しいと言ってたと。1月にアメリカはそれは馴染まないと言ってた。ところが今回ヨーロッパからウクライナに F-16 を提供することは認めるよ、こういうふうに言ってるわけだよね。で、この後朝日新聞ね、5月22日、米政権は直接 F-16 を提供することについては消極的なままで、ウクライナに提供する主体となる国や時期、規模などは不明だ。防空能力の強化などの効果に期待を寄せる声もある一方で、米政府高官は取材に F-16 を提供してもすぐに戦局が変わるということはないと語った。こう書いてあるんだけども、これも繰り返しこの第一条で言ってるんだけども、ウクライナ戦争をめぐるバイデン政権の至上命題ね、アメリカとロシアが直接交戦して第三次世界大戦を引き起こさないということ、この条件を守れると、要するにヨーロッパが F-16 を十数機提供してもすぐに戦局は変わることもないと、すなわちウクライナの勝利にはつながらないってことだよね。こういうふうに言ってるわけ。そうしたらこれ我々第一条で繰り返し述べてるように、アメリカの目的はウクライナを勝利させることじゃないよね。ウクライナを使ってロシアを弱体化させること、こういうことだよね。で、日本の政策に関してはこういう危なっかしいことに一切手を染めてないよね。さっき言ったのに加えると、ウクライナ公共放送局への放送機材の供与、ウクライナだ、じゃあ逆にだと、こういったけど皆さん書いてないことに注目するんです。そう、対ロ制裁についても書いてあるよ。今まで11のロシアの銀行を制裁対象としてたんだけども、それにロシア銀行を加えただけ、大した変化。じゃあ日本はロシアのサハリンから天然ガスと石油を輸入してるよ。これ天然ガスは日銭で30億円から40億円ぐらいのあるよ、ロシアが払ってる。これやめないってことだよね。それから石油の上限価格について今回確認してたんだけども、日本だけ来年の9月まで例外だぜ。日本は上限価格ないよ。それからロシアの飛行機はに対して日本の領空を開放してるよね。それは日本がシベリア上空使いたいから。あと居酒屋で結構カニフェアとかやってるじゃない、なんだと思う。あとイクラもさ、スジコも結構スーパーで安いじゃない、なんだと思う。アメリカがロシア産の海産物を全部輸入禁止した、日本は全く制限を加えてない。そうするとダブついてるからさ、カニフェアできるわけや今。だからアメリカの政策のおかげで逆に海産物に関しては、ロシア製の海産物に関しては日本の食卓を潤ってるんだよね。こういうふうになってる。我々が何度も言ってたように、これ踏み越えたら大変になるよっていう殺傷能力を持つ装備品の供与、これに関してはやらないよね。
こういうことになってるわけなんですよ。だからこれは非常に面白いよね。産経新聞はね、やっぱりここのとこ問題にしてる。5月19日に北太平洋条約機構加盟国は戦車などの供与を進めているのに対し、日本は防衛装備移転三原則の運用指針により殺傷能力のある兵器を提供できない。自民公明両党は運用指針改定に向けた実務者協議を開始したが、主張に隔たりがある両党が折り合うことができるかは見通せない。政府自民党内には殺傷能力のある兵器の輸出を解禁する方向で制度設計を進めるべきだという考えが根強く、ウクライナ支援が議題となる先進7カ国首脳会議 G7 広島サミットの前にルール緩和を打ち出したいという思惑もあった。しかし公明側は輸出解禁に慎重な姿勢を示し続けており、広島サミット前に議論を終えるのは時間が少なすぎる。石井啓一幹事長と市長、与党間の結論を得る時期は今年夏頃になる見通しだと。だから今回はっきり言うと、このサミットでは公明党が自民党を押し切ったわけだよね。でもこれ連立だからさ、連立じゃなくて公明党が野党だったら我が党の主張が通ったと、自民党の思惑は通らなかったって言うんだけども、連立だからそういうこと言えないじゃない。それどうも即分するところだと東京の選挙協力なんかも結構難しそうだからね。あれ先生どうなりますかね。新しいところを提案してそこで折り合えるかどうか、なんか折り合えるかどうかなんですけども、そういったことも含めて非常になんか面倒くさくなってるよね。そういった時に私夏までに殺傷能力のある兵器っていうのを外国に出すということで自公で合意することは多分難しいと思う。あとこれはこの場でもこの場では触れなかったかな、毎日新聞は政治プレミアに書いたんだけどね、実は4月の26日に創価学会の池田大作さんが危機を打開する希望の処方箋っていうこういう文書を出して、それで G7 への創価学会の、要望みたいなものが書いてるわけね。これちょっと読んでみるよ。5月19日から21日に広島市で開催される G7 サミットに向けて、4月27日、池田大作 SGI 会長が危機を打開する希望への処方箋と題する提言を発表した。ウクライナ戦争との関連で池田氏は、2月の国連総会における決議を重視する。具体的な項目の一つとして、重要インフラに対する攻撃や住宅、学校、病院を含む民間施設への意図的な攻撃の即時中止を盛り込まれましたが、何よりもまずこの項目を実現させることが市民への被害拡大を防ぐために不可欠です。その上で戦闘の全面停止に向けた協議の場を設けるためであり、関係国の協力を得ながら一連の交渉を進める際には、人々の生命と未来を守り育む病院や学校で働く医師や教育者などの市民社会の代表をオブザーバーとして加えることを提唱したと、こう言ってるわけ。日本ではね、ロシア軍がウクライナの発電所や変電所、住宅、学校、幼稚園、病院などの攻撃をしているということは詳しく報じられているよね。でもロシアでは連日ウクライナ軍によってこういった施設が攻撃されているということが報じられているよね。池田さんは双方の攻撃をやめさせろって言ってるわけでしょ。だからロシアに対してだけじゃなくてウクライナもやめろっていう、こういうふうに言ってるわけだよね。で現時点でロシアもウクライナの停戦交渉に応じる意思を持たないけども、いずれ戦闘が膠着状態になって停戦の機運が生じる、時に備えてやる準備したんだ。だから戦闘の全面停止に向けた協議の場を設けるべきであり、関係国の協力を得ながら一連の交渉を進める際には、人々の生命と未来を守り育む病院や学校で働く医師や教育者など市民社会の代表をオブザーバーとして加えることを提唱と、こういうふうに言っているっていうことは、創価学会の方向性は停戦だよ、できるだけ早く。だからこれ鈴木さんや私なんか言ってる即時停戦と限りなく近いこと言ってるわけ。それからさらにね、
3月21日の中ロ共同声明を評価したんだよ。3月に行われたロシアと中国の首脳会談の共同声明でも、緊張や戦闘の長期化につながる一切の行動をやめ、危機が悪化し、さらには制御不能になることを回避するというの呼びかけがなされました。この認識は国連の決議とも重なる面があり、広島サミットでは民間施設への攻撃の即時停止とともに、希望への処方箋として停戦に向けた交渉の具体的な設置案を提示することを求めたいです。停戦やれと。それから中ロの共同声明の停戦案を評価すると。これアメリカは縛りもかけないと。ゼレンスキーだってその領土全部取り返すまでは応じないって言ってるんだけども、違うよ。先ほど鈴木先生がブラジルの話をしてたんだけども、実は池田さんの考えブラジルと非常に近い。そういうことで考えると、創価学会って今回グローバルサウス的な価値観でウクライナ戦争を解決しようと言ってるわけだよね。そうしたら公明党は創価学会支持母体だからさ、公明党の行動っていうのは池田さんがこういう提言を出したらそこで縛られるわけ。そうすると自公連立政権でしょ。自公連立政権だから政府もこの枠が一定縛られてくるわけだから、アメリカがやりたいと思うこと、自民党の勇ましい人がやりたいと思うことをぐーっと逆の方向に引っ張っていくベクトルで、この創価会の池田さんの声明があるわけだよね。でもこれはやっぱり時系列とっても、ああ確かに影響を与えてるなと言えるわけだ。ところが新聞でこういったこと見てないから、詳しく。それだから分かんないんだよね。だからそういうことを考えてみると、この岸田政権の特徴っていうのは、あっちこっちの考え方を言ってその調整をしていくっていうのはこの政権の特徴だよね。だから岸田さんが何か大きな戦略を持って、これは二枚腰三枚腰やったらいいっていうふうにやってるっていうのは説1年。説2、例えば公明党創価学会、国土交通省、経済産業省、それぞれのところの利益があるでしょ。それを抑え切ることができない。だから均衡点を取って政策としてる。こういう見方が2なのね。多分2だと思うんだよ。ただし1だっていう話にしないといけない、国家としては。それだから今後この戦争いつまでも続くわけじゃないんだけども、今回のサミットで日本はすっごい有利なカードを手にした。殺傷能力を持つ兵器をウクライナに提供してないっていうことは、日本製の兵器で殺されたり傷ついたりしてるロシア人の軍人も民間人も一人もいないっていうことだよね。日本を除く残りの6カ国の提供した兵器では、それによって死んだ人、傷ついた人がいるわけ。そうすると戦争が終わる時になった時に、殺傷能力のある装備品を提供してないっていうことで、日本は仲介国の地位をカード手に入れるわけ。だこの戦争をやめさせるときに、日本は価値観的にはウクライナに入ってるんだけども、ロシア人を殺してない、怪我させてないって言ってんのを見て、ロシアに害になることはしてないっていうことだから、日本の仲介っていうことはすごく重要なの。それ注目してほしいのはね、この間ロシアのプーチン大統領が、ゼレンスキーさんが、岸田さんがウクライナを訪問して、そして今回のサミットの間にプーチンさんの口から日本もしくは岸田さんに対する批判は一度も出たことがない。他の首脳に関しては問題があるとか国名を挙げてプーチンは言ってるよ、 G7 の残り6つの国については。ということは、実は注意深く見るとロシアも日本の行動をよく理解してるんだよね。だから今回の反射材とかそれとか回路っていうのはきっとクレムリンもしびれてると思うこの手があったら数だけ積むんだ、こういったことはちょっと我々には想定がつかないと。
夏に向かうのにほかほか海外でこういうような発想っていうのはロシア人が思いつかない。日本人はやっぱりさすがだと。しかもそれに関して批判が出てこない日本のメディアっていうのも極めて興味深いという、こういう感じになるわけだよね。あとね、ロシアでみんなサミットが全然報道されてないようなイメージでしょ。そうじゃない、サミットはものすごい、ロシアではトップで報道されている。ただ出てくる絵はね、まずはバイデンさんが厳島神社で転びそうになってるのか、これが何度も繰り返し出てくる。なんか階段でつまずきそうになったでしょ。そこのところで大丈夫ですかみたいな話でニュースで出てバイデンさんとか言って、それで転びそうになってフラッとしてるところとか、こういうの出てくる。それからあとゼレンスキーさんの記者会見が出てくる。というのは20日ロシアの国防省がウクライナ東部のドネツク州の激戦地バフムート、ちなみにね、ロシアのテレビ見てるでしょ、あれロシアの新聞見てもバフムートって全然出てこない、呼び名が違うんだよね。アルチューモスクっていうの、彼らはだからアルチューモスクっていう、それで出てくるんだけどね、を完全に制圧したでしょ、発表した。これがロシアからゼレンスキーさんの G7 ね、参加に対する、いわば贈り物だよね。でロシア大統領府のホームページ5月21日、ウラジーミル・プーチンはアルチョーモスクの解放についてロシア軍に祝辞を述べた。国家元首はワグナー突撃部隊と必要な支援と側面からの援護を提供したロシア軍部隊の全構成員に対し、アルチョーモスク解放作戦の終了を祝った。功労者全員には国家勲章が授与される予定である。ということはもうこれ決め打ちで完全にアルチョーモスク取ったよと、バフムート取ったよってことなの。でもロシアのテレビ見るでしょ、バフムートは確かね、あらゆる場所からね映してるわけ。もうその先っていうのは森しか見えないところのあっちこっちの感じで地図で示したらここですここです。ただその放送してるときにね、弾がビュンビュン飛んでくるわけ。ウクライナ撃ってきてますと。で一番近い点では1.5キロまで近づきました。それで残虐なんだけどさ、それをロシア側の方が叩き潰して戦車が兵員輸送車を吹き飛ばしたりとか、人の方も吹き飛ばしたりって言ってるところのドローンで撮った写真を動画をそのまんまテレビで流してる。だから今のこの瞬間もこのバフムートの郊外のところからウクライナが全力を挙げて取り返そうとしてる。それロシア側はね、ロシア側の死者の数は言ってないんだけど、ウクライナの死者は5万人って言ってる。それ負傷者が15万人になって、こういうふうに言ってる。だからこれはやっぱり相当の消耗戦だったんだよね。太平洋戦争でいうとガダルカナルの戦いと似てる。ガダルカナルって実は戦略的重要性あんまりなかったよね。でも両方の軍がこだわっちゃうから結局これが雌雄を決するっていうことになって消耗戦になる。で、ガダルカナル戦の消耗戦でアメリカが勝利した後、日本を蒸し返すことができたと考えると、西側が全力を挙げて支援をしてるわけでしょ。それで西側の傭兵もいるわけだよね、アメリカ兵とかポーランド兵とかイギリス兵の。その人たちが全力を尽くしてもバフムート守りきれなかった。物量戦においてはロシアが制圧しちゃったっていう、これどう見るかってことなんだよね。でロシアの政府系テレビの第一チャンネルではもうバフムート市の各地域をバシッと崩してるわけ。で目立った建物の上にはロシア国旗とともにワグナーの車旗がかかってるのね。それで面白いのは5月の21日広島でゼレンスキー大統領とアメリカのバイデン大統領が会談したでしょ。そこの前のところで会見でこういうやり取りだったわけよ。ゼレンスキーさんに向かってね、記者がバフムートはいまだウクライナの支配下にありますから、ロシア軍は制圧したと言ってますと。そしたらね、 I think no って言ったわけ。だから違うと思う。
だから朝日新聞は見出しにバフムートの司会についてウクライナ司会してるかという質問にノーって書いてるんだけど、本文にはそのノーのところがないんだよね。それノーに続いてこう言ったわけ。バフムートは完全に破壊し尽くされて、今は今までの我々の心の中にしかないと、今ではこういう言い方をしたわけ。それだから最初どこも報道はバフムート陥落をゼレンスキーが認めたって言ったわけ。そしたらゼレンスキーの報道官が出てきてね、間違えてる報道がと。そうじゃない、ロシアが制圧しているってことについてI think no って言ったんだ、間違えてる。だから朝日新聞なんかビビっちゃってさ、本文訂正してるんだけども見出しは残ってるわけ、そのまま。でもこれ全体日本ではどういうわけ、これ全部続けて出さないんだよね、画像で。ロシアでは全部続けて出してる。それはそういうつながりだから、これ二義的な解釈はできない。それで同じ日の記者会見で逆のこと言ってるわけだよね。ワフムートではまだワールド軍が任務を遂行中だと。でもこの辺はね、 AFP がしっかりしてる。日本語で読めるかな。21日の AFP、 バフムートをめぐる発言混乱、ゼレンスキー氏陥落を否定、広島で開催の先進7カ国首脳会議参加のため来日中のウクライナのボーディングにいるゼレンスキー大統領は21日東部の激戦地バフムートを同国が依然掌握しているのかとの質問に対して、そう思わないと語り、同種の陥落を事実上認めたとの受け止め、と受け止められた。しかし大統領はその後同州の陥落を否定した、セルヒー・ニキフォロウ大統領の報道官はフェイスブックに、大統領はバフムートの陥落を否定したと投稿した。ゼレンスキー氏は当初バフムートは依然ウクライナの掌握下にあるのか、ロシアは制圧したと主張しているが、との記者からの質問に対し、そうは思わないと回答。このやり取りについてニキフォロウ氏は、ロシアが制圧を主張している点について否定する発言だったと説明した。ゼレンスキーはバフムートには何も残っていない。今日からバフムートは我々の心の中だけに存在するとも語っていた。だから AFP を読んでる人は、あれ？これ発言、牽制してるなってことは分かるわけ。ところが日本の報道を読んでるとさ、ゼレンスキーが陥落を否定したってことになってるわけ。これだとやっぱり日本の新聞読んでると事実誤認するような。だから AFP、 これ日本語にもなってるからねAFP やっぱり見た方がいいと思うAFP はやっぱり読者が普通に見ておかしいなと思うことについてはきちんとこういった説明をしてるから、これはやはり BBC とか CNN はダメなんだよな。要するに情報と解釈が一体化しちゃって、自分たちの国の立場を説明していく一種のプロパガンダになっちゃってる。日本もその影響を受けた。これは情勢分析する上ではよくない。それさっき言ったように G7 に対してロシアは批判してるんだけども、日本批判とか岸田さんの批判はないよね。ただ一つだけね、ロシアがこういった重要な出来事があった時に諸外国にシグナルを出す第一チャンネルのグレートゲームって番組があるの。これの22日の23時、モスクワ時間ね。日本時間23日の5時から、朝の5時から61分間放映された番組の23時38分から23時43分のところで、日本に対するメッセージが出てる。それベタで訳してるから、紹介するね。それここに出ているのはドミトリー・サインズさん。アメリカの共和党系シンクタンクナショナルインタレストのためのセンターの前の所長で、この人はアメリカ国籍です。1970年代にソ連から亡命して、それからコンスタンチン・シスコフさんで、この人は非常に有名な軍事評論家。それからアンドレイ・デニソンさん、幹部外交官で今はロシアの上院の国際問題委員会の委員長。それから先生も面識ありますよね、ミグラニャンさんは、はい、アンドラニク・ミグラニャン、うん、さんという政治学者、その4人だ。まずシスコフ。注意すべきことは、日本が中国が台湾を攻撃するようなことになれば参戦するということだ。アメリカの立場に関係なく参戦するというような。このことが意味するのはたった一つだけだ。
ウクライナやポーランドの役割を日本が東アジアで果たすということだ。日本だけがアメリカの手先となって中国と戦う。これが古典的なアメリカの論理だ。人の手で戦うということだと。そしたらサイミさんはね、デニソさん、あなたは日本の政策を打ちしていると思うのが、アメリカ抜きで日本が一国で中国と戦争することがあるのだろうか。そしたらデニソフさんは、私は預言者ではないし、預言の役割は担ってない。第一にこれは、虚勢だと思うよと。日本でそういうこと言ってる人がいたらと。ロシア語で、ブラバータっていうんだからね、虚勢だと。第二に、虚勢であるか否かはともかくとして、日本はサミットの議長国として、この件だけでなく、極めて厳しい声明を発表した。中国、外務省の孫栄東次官が21日、垂秀夫を在中国日本大使を呼び出して、かなり厳しい評価を行い、抗議した。こっちの方に注目するべきだと。これは中国外交における新しい出来事だと。以前に中国外務省は日本大使を呼び出して抗議したことはあるが、それは閉ざされた扉の中だった。平場ではなく、発表するときも大使を呼び出して要請を伝えたというような、数語だけの表現だ。今回は学校で文章を読み上げるようなやり方だった。これは日本の声明に対する激しい反応だった。戦争の可能性について私はあえて述べないことにする。それにミフラニャンさんがそれについてこういうわけ。軍事専門家として関心を持たれていると思うが、日本では極めて興味深い議論が展開されている。一部の日本人は核兵器を作りたいと思っている。その準備ができている。そしてワシントンでは、この機会を認めようじゃないかという動きもある。なぜなら日本人はアメリカの核の傘を信用できないのに自分の手で自分の国を守りたい、こんな、ことを主張しているから。その可能性はどれくらいあるんだろうか。軍事専門家のシスコさんが聞くわけね。そしたらシスコが、日本は非常に短期間で核兵器を完成させる能力がある。しかしいくつかの問題がある。一番目は弾道ミサイルを正確に誘導し、中国を攻撃する独自のミサイルと宇宙システムを持っていないことだ。第二は日本のが独自の航空産業を持っていないことだ。だから核兵器の運搬に問題が生じる。さらにもう一つ重要な問題がある。核戦争においては発射場の数が死活的に重要になる。それは国の面積と関係している。日本の面積は小さすぎる。中国は400以上の発射場を持っているので、100から150のミサイルを撃ち込めば、物理的に日本を壊滅させることは簡単であると。中国の中距離弾道ミサイルは日本に到達する。日本が前のような声明を行ったのは、アメリカが圧力をかけたからだ。アメリカの支援のもとで、日本をウクライナやポーランドのようにしようとしている。中国の核抑止や激しい行動は、アメリカによる脅威にさらされているからだ。戦闘能力のある5つの空母のうち3つがアジア太平洋地域に今配置されているじゃないかと、こういうやり取りをしているわけ。そうすると、日本で勇ましいことが言われているんだから、そういう人たちっていうのは、アメリカの意向をかなり忖度してるんじゃないかと。で、実際核武装とか言ったって、誘導システムなければ、中国を狙うようなミサイルも独自だと思ってないと。航空産業なんかの爆撃作れないと。それでおまけに面積小さいからと、あちこちの発射場を作らないといけないんだけど、作る場所があって壊滅させられちゃうと。ということはないっていうことだよね。だからロシアは有識者に分かるように、日本の核の脅威とかいくら日本の勇ましいとか言ったらそれないからと。それから日本が勇ましいこと言っててもこれアメリカに言わす、バイデンに言わされてんだから、まあ、そんなところで取った方がいいんじゃないかと。むしろ中国の方がレッドラインをはっきりさせたいんだね。すなわち貿易とかなんかのところで争うのは構わないんだけども、台湾は中国からすると内政問題と、それからチベットとかウイグルとか、こういうところに踏み込んでくるのは認めないよということで、かなり厳しい対応してるというのは、これはロシアの見方だよね。でもここで注意しないといけないのは、確かにアメリカの一部の人たちっていうのは、台湾有事の時にアメリカが武器だけを日本に提供して、日本人
に戦わせる。朝鮮半島有事の時もアメリカは韓国に武器だけを提供して韓国人に戦わせる。そしてアメリカの自由とか民主主義とかいう価値観を守るためにアジア人の手によってアジア人と戦わせるってことを考えている可能性は十分あるよね。スラブ人によってスラブ人を抑え込むっていうことをウクライナでやってるわけだから、こういうところをロシアが見てるっていうのは意外と私は鋭い指摘じゃないかと思うよ。そうすると我々はアメリカの軍事同盟国であるんだけども主権国家であるからね、日本の生き残りについてはやはり日本人が真剣に考えないといけないと。果たしてウクライナの今の戦争が台湾有事につながるのだろうかと、これは前から大事で強調してるんだけども、これの味しめて力で押し切りできると習近平指導部が考えるのか、逆に力によって自分たちの目標を実現しようとした場合には国際的な反発が極めて強いから、そんなことするよりも早く経済的にアメリカを追い抜いて経済を強くすることによって活気が落ちてくるようにして、台湾の中でも国民党の人たちっていうのはかなりの人たちが中国と一緒にやりたいと思ってるわけだからと。だから国境合作みたいなそっちを志向した方がいいのかっていうことはあるよね。それから国際社会だって台湾に関しては台湾問題は国内問題であるっていうことは台湾も北京も一致してるからね。台湾からすると中華民国の国内問題だよね、うん、北京からすると中華人民共和国の国内問題だよね。でも国内問題っていうことは一致してると。そうすると国内問題と主権国家の主権を侵害して侵攻するって違うんだね、位相は。そしたらウクライナのような形で台湾有事で世界がまとまりきれるのか、国際法的にどう整理するかっていうのも残ってる。それから台湾有事が本当にそれがイコール日本有事なのかっていうこと。だってアメリカのむしろ極東戦略としてトランプさんがなくてもう金かかるからと、アメリカファースト行くから在韓米軍引き上げると、キム・ジョンウンとは外交で話ができるってこんな感じになっちゃうから、これ予見が変わっちゃうから。だから台湾有事だってそれがイコールアメリカにとって有事だと今のバイデン政権は言ってるけども、未来永劫にわたってアメリカはそうだのか分かんないよね。アメリカと中国で手打ちしたらどうなるの、もし。こういうようなことを考えて日本はあんまり近視眼的な見方で台湾有事という形で大騒ぎしない方がいいと思うよね。でもそこのところある意味楽観できるわけ。じゃあどうしたかというと、ウクライナでこんなに武器支援に対して及び腰の国がいきなり台湾で何かでかいことやれるとは私には思えない。これ何かというと、政府の一部の人はやりたいとか勇ましい人はそういうふうに思ってても国民の体が動かないわけ。だからウクライナの問題に関しても実は今のこの日本政府のある意味価値の体系で大声で言ってることと利益の体系と力の体系の間の乖離がすごくでかいよね。しかしその乖離がでかいことをマスメディアも問題にしないのか、国民はやはり戦争に深入りしない方がいいとなんとなく思ってるんじゃないでしょうか。そうするとそれは私は東アジアのこともあると思う。だからいずれにせよどっか第三国の利益のためにアジア人がアジア人と戦うっていう、これはやめた方がいいと思う。だからそれはもう岡倉天心の時代からさ、アジアは一つだとこういうふうに言ってるわけで、やはりアジアにはアジアの道があるわけで、だからそれはヨーロッパやアメリカと全く同じような民主主義とか言論とか文化じゃないからね、お互いにやっぱり認め合うっていうアジアにアジアの道進んだ方がいいと思うんだよね。で今回日本政府も表に出さないけどさ、大変だったんだよ。
ブラジルとかベトナムとかが来てさ、即時停戦言う国がいくつかあったからね。こんなのもう即時停戦した方がいいんじゃないかと、あるいは西側が武器入れるのがおかしいんじゃないかと、こんなことしてるから長引いて試着やるんだ、こういう意見も出てくるんで、おっとっとっと、グローバルサウスを巻き込むっていう形にしたんだけども、あまり調子良くなかったっていうのは本当のことだね。でもそれでいいと思うの。この先ほどインドやブラジルやの話を鈴木先生してたんだけども、あのインドやブラジルの感じって我々の皮膚感覚とそんなに離れてないと思うね。特に僕ブラジルなんか、インドはさ、ロシアが侵略したとか国際法違反のことをしてるかどうかについては言わないでしょ、中国も言わないでしょ、ブラジルはそれはおかしいって言ってるわけよ、ロシアが言ってるのは。しかし西側が武器を入れるのはやめろと、それで停戦だと、こういう形で言ってる。だからどういうことになるかというと、ロシアが併合した4州っていうものを多分ブラジルは認めることはないと思うね。ところがこのみんな武器を受けと、ウクライナとロシアの話し合いで国際的な枠組みを作って、この地域の人たちが真意でどう考えてるかっていう、どちらと一緒にやりたいんだってことを含めて議論して、それで最終的に落としどころを時間をかけて決めようっていう、多分ブラジルの考え方はそういうふうになってると思うわけ。私はこれはすごく真っ当な考えだと思う。その時にウクライナの立場ありきでもロシアの立場ありきでもなくて、人間の立場っていうところから来て、今この戦火に見舞われているウクライナの人たちが、このドンバス地域の人たち、ドボロシア地域の人たちがどういう選択をしたいのかっていうことを含めて、これだからロシアの圧力も西側の圧力もない形で極力表明できるような、その環境を整えることを国際社会やれば、みんなの間で折り合いつくから。でその意味において力による解決の限界、ウクライナを全面的に支持するっていうことでは問題が解決しないってことは可視化されたっていう意味で、広島サミットはすごい大きい意味があったと。で日本の一国の問題としては、殺傷能力のある兵器を送らないと。じゃあ例えばカイロとかね、賞味期限はそろそろ切れる食料品の提供がいいことだったのか、あるいは反射材何使うのかよく分かんないけどさ、それとか78億円ジャンプしてやったやつをそれで高く成果として売るっていうのが外交としてちょっと失礼じゃないかというような感はあるけどね。でも結果としてはこの程度の貢献だっていうのは良かったよね。あとやはりそれに対して国民の批判が出てこないっていうことが、猿之助さんの事件があったから、それでこのマスメディアがそっちの方に関心がいっちゃったっていうこともかなりの要素あるんだけども、でも勇ましい方向っていう世論が起きてこないってことを含めて、やはりそう悪くないな、これは私の評価です。はい、佐藤さん、ありがとうございました。はい、それでは質問を受け付けます。はい、じゃあどうぞ。すみません、結構ウクライナにシンパシーを持つ方々がいて、その影響力っていうのは結構無視できないんじゃないかと思うんですが、カナダとしては今回 の、 そのウクライナにどうコミットするっていうようなスタンスなのかなというのがちょっと気になるところなんですが、その点はいかがでしょうか。カナダ、カナダの場合はウクライナ問題は内政問題なんです。どうしてかというと、第二次世界大戦の後は初めてソ連領に入ったウクライナ西部のガリツィア地方、ここはカトリックの人たちで日常的にウクライナ語をしゃべる人たちなんだけども、ソ連の支配を潔しとしないで亡命した先はカナダなんです。でカナダのエドモントン中心に今も50万人ぐらい住んでいる。それでカナダでは
一番話されている言葉が英語で、2番目がフランス語で、3番目がウクライナ語ですからね。だからカナダに関しては、あのウクライナのガリツィア地方、すなわちウクライナナショナリストたちの利益を守るということは、ウクライナ、あのカナダの内政問題だったんで、だからカナダの立場が強硬だっていうのは、カナダの内政問題からなんです。これだから日本でよく知られてないんだよね。はい、そして、ね、お友の人さっき来たやつ、はい、どうぞ。あ、それよろしくお願いします。あんまりちょっと学がないんであれなんですけど、仕事帰り途中で来たんですけども、今、ロシアとウクライナが戦争になってて、で、まあ、どっちが先に喧嘩を打ったとか、そういう話になってると思うんですけど、それで、ロシアがウクライナ、侵略したっていうのは、ロシアが悪いのかもしれないですけど、まあ、それは別として、その、さっきもまあちょっと言ってたと思うんですけど、あの相手の側に立たないとちょっとダメだと思うんで、落としどころっていうか、どうやってお互いが妥協して落としどころがあるのかっていうところですけど、すみません、よろしくお願いします。だから最終的な落としどころははっきりしてるんで、戦闘をやめることですよ。だから停戦ですね。みんな勘違いしてるんだけど、停戦っていうのはロシアが今占領してる地域を認めるってことじゃないんですよね。武器を送っていただくなんです。その後、領土がどうなるかっていうのは、これは外交交渉で決めるわけですから。だからとにかく、人殺しをもうやめないといけない。もう1年以上やって、特にこのバフムトの戦闘で、やはり5万人死んで、15万人が怪我してると。これを各地で繰り返す必要はないと思いますよ。それで不幸になるのは、やっぱりウクライナの人であり、ロシア人であり。だから、とにかく戦闘をやめることだと私は思います。だからそれが落としどころです。だからそれに対して戦えとそれで俺は行かないけども武器を送るからお前最後までやれとこういうことをやるっていうのはモラル的によろしくないと。そこまで価値観のために命かけて人と戦わせたいんだったら自分が行くべきです。はい、どうぞ。サラリーマンもう一人です。先生が今おっしゃった価値の体系、力の体系、利益の体系の大坂先生の中で、情熱を持った戦争ってのはやめられない、長く続いちゃうということがあったかと思います。で、あるべき姿とか、ありたい姿とかじゃなくて、この戦争は一体3年で終わるのか、10年続くのか、30年続くのかというところの見立てを先生にお願いしたいと思います。だからこの戦争は鍵を握っているのはバイデン大統領です。バイデンさんが兵器を入れ続けてアメリカ的な価値観のために西側連合という形でウクライナを支援してロシアと戦いということをやっている限り続きます。でもそう考えるとバイデンさんが再選になるかどうかでだいぶ違いますよね。だから来年のアメリカ大統領選挙までは大きな変化はないと思う。ただその前にヨーロッパが今年は比較的暖かかったんだけども、この来年の冬がうんと寒くなるとか、こういうようなことでヨーロッパが参っちゃう可能性がある。フランスもドイツもイギリスも内政的な基盤極めて脆弱ですからね、いずれの政権が。だからむしろだからその西側連合の中はどうなるかですよね。だからロシアは特にこの、バフムート のこの戦闘が終わった後のところで今の状況で、例えば去年の3月のイスタンブールの合意みたいな形での中立化とか、この案のところまでもしウクライナがもう一回戻るっていうことだったら、ロシア停戦する可能性十分ありますよ。だから去年 のイスタンブール会談のところまでウクライナが戻るっていう腹があれば、それは停戦すぐに実現しますよ。だからそれは今のウクライナにできないところな。あれだけ拳振り上げちゃったら、少なくともゼレンスキー政権ではできない。だから日本の共同声明である、この戦争はプーチンが始めてプーチンを終わらせることができるから、これは認識間違えたりですよ。
この戦争はプーチンが始めたんだけど、終わらせることができればバイデンなんです。はい、他に。はい、どうぞ。ウクライナの政権のについてちょっと気になっているんですが、そのあまり報道されないので私が知らないだけかもしれませんが、ゼレンスキー大統領はその現在選挙などそういったものは迫っていないのでしょうか。迫ってない。それからウクライナは腐敗汚職で最高裁の長官が解任されたよね。それだから政権にないのの腐敗汚職が非常に深刻になってる。こういう状況だから決して権力基盤というのは盤石ではない。ただ戦時だから、だから何て言うのかな、征夷大将軍なんだよね。要するにロシアが攻めてきているから、異敵が攻めてきているから、それに対してまとまらないといけないっていう意味でのゼレンスキーさんは征夷大将軍。だからこの戦争っていう予見がなくなると、極めて権力基盤脆弱になる。で、何度も繰り返して、これ鈴木さんがあちこちで書いて、あるいは講演でも言ってるんだけども、ミンスク合意っていうのは2つあるんだよね。ミンスク合意と第二ミンスク合意の、それさえウクライナが約束守ってればこんな戦争起きなかったの。で、ゼレンスキーさんは最初はこのミンスク合意に基づいて解決したいと思ってたの。でもそれがやっぱりやりきれなかったのはどうしてかっていうのは今後の歴史の検証になると思うんだけども、やっぱりそこにいた私はアメリカのウクライナで果たしている役割っていうのはすごく大きかったと思うな。特にアメリカのネオコン勢力の、だからそういう意味において、ある意味ゼレンスキーさんっていう、だからゼレンスキーさんにどこまで今当事者能力があるのかっていうことだと思うんだよね。だからこの戦争をやめるっていうことは、バイデンさんがやめるっていうのはこれも明日にでもやめられると私は見てるんですけど、先生どうですかね。私ももう佐藤さんの言う通りだと思いますね。だから最初はウクライナとロシアの戦争だったね。ウクライナにロシア系住民の処遇をめぐる、それが今や西側連合対ロシアの戦いになっちゃったわけ。ところが西側連合対ロシアの戦いになって、グローバルサウスが必ずしも西側連合を支持しないという状況になる。そうするとアメリカ的な感じから見るとさ、我々を支持しないものは我々の敵だみたいに見えちゃうんだよね。それでますますこの中国に対しても目つき悪くなって、南アフリカに対しても目つき悪くなって、ブラジルに対しても目つき悪くなって、だから私はアメリカはなんでそんな自分で自分たちを孤立させるようなことをしてるのかなと不思議に思うんだけども、とにかく武器を置いて、もうこれ以上兵器を送ることをやめて、それ両方とも武器を置けと、その代わり外交部隊として強力に4州の併合は絶対に認めない、西側連合としては。だから国連の場で話そうと。だからブラジルの大統領は極めて正しいこと言ったよね。 G7 は経済について話せばだろうと、戦争について停戦の話すんだから国連でやろうやと、これすごい正しい話だと思うよ。それ国連に場所を移すと、これやっぱり重要だと思うんだよね。はい、どうぞ。どうぞ。ちょっとマイク。はいはい。お疲れ様です。インターネットメディアでございます。1点、米国の、シンクタンク、アイゼンハワーメディアネットワークが、米国は世界の平和のための力となるべきだという、公開書簡を発表して、ニューヨークタイムもこの書簡を意見広告として掲載されています、この書簡は、NATO の双方拡大がウクライナ紛争を誘発したとして、バイデン大統領と米議会に軍事的エスカレーションをやめて外交による即時停戦を求めているものです。先ほども佐藤さんの方から大統領選の
結果いたんではというお話がありましたけれども、大統領選に名前を挙げているロバート・ケネディ・ジュニア氏がこの書簡に強い共感を示しており、選挙の結果次第で米国の外交政策が反転する可能性もあると思うのですが、佐藤さんのご意見、プラスロバート・ケネディ・ジュニアさんのについての評価ももしよければ教えていただけますでしょうか。だからケネディさんが今すぐ大統領候補になるということはないんだけど、民主党でありながらリアリズムに基づいた一種のドミトリー・サイムズさんとかキッシンジャーさんとか、あるいはジョン・ミアシャイマーさんと同じようなリアリズムに基づいた考え方をしているというのは、これは非常に好ましいことだし、私はこれが本来のアメリカのあり方だと思う。アメリカというのはヨーロッパの政争に加わらないと、そういう形でそもそも建国している国なんだから、だからアメリカのことに他の人たちは干渉しないでくれと、しかし我々もヨーロッパのことには干渉しないんだよと、これが本来のアメリカファーストなんだよね。それがやっぱり一つはネオコン、このネオコンは最初ってレーガン政権の中で共和党のところで出てきたんだけども、そうじゃなくてヒラリー・クリントンさんなんかもそうだったんだけども、民主党バイデンさんなんかも非常にネオコン的なんだよね。価値観を重視とか、それで力によって価値観を実現するっていう、これネオコンの舞台はご案内と思うけども、ニューヨーク市立大学のトルツキストグループだよね。だから世界革命を実現するっていう人たちが保守化しちゃって、自由と民主主義の保守革命を力によって実現するっていう、このやっぱりネオコン的な思想っていうのは一番の問題だと思う。それだからNATO の東方拡大っていうのも価値観でどんどん拡大していくっていうのに対して、いや、やっぱりこれ住み分けでしょうと、こういうような考え方、あと両方アメリカにあるので、だから住み分け的なアメリカっていうのは重要になってくると思うんですよね。ただアメリカも混乱してるから、住み分け的なアメリカを今じゃあ代表する人は誰かって言ったらトランプさんになっちゃうわけで、トランプさんだとちょっと規格外のところがあるからね。だから言ってることはそんな悪くないのよ。例えばもしトランプじゃなくてヒラリー・クリントンになったら、北朝鮮の核開発を阻止するっていうんで空爆ぐらいしかねなかったから、そしたらさ、日本国連軍の駐留協定があるから、ホワイトビーチと普天間と嘉手納と佐世保と横須賀と座間と横田、ここは国連軍に直ちに貸し出さなきゃいけないってことになってるからね。そうするとこの7つの基地ってミサイル飛んできた可能性あるんだよね。だからその意味においてはトランプさんがなって、私最初はリトルロケットマンとか言って大喧嘩してたからね、私は恋をしたとか言って、キム・ジョンウン大好きっていう形で3度待ったおかげで、少なくとも朝鮮半島の戦争を阻止できたじゃない。だから日本にミサイル飛んでこなかったのはトランプのおかげだと私は思ってるので、クリントンだったら飛んできたと思うわけ。そういうことを含めるとやっぱりトランプいいんだよね。ただやっぱり時々規格外だし、それからアメリカで今起きてるこの起訴するのも地方の検事って民選じゃない。それ政治家には政治家にふさわしい犯罪ってあるわけよ。例えば連邦議会に対して、選挙が乗っ取られたから襲撃しろとか、あるいはジョージア州とかで票何千票必要なんだけどなとか、これすごい政治家らしい犯罪でしょ、容疑でしょ。こういうのであれば議論になるんだけども、民選で選挙で民主党系でどうもソロスさんのところとだいぶ仲がいいっていうような人から、それが昔関係を持ったポルノ女優に、ポルノ女優さんの口止めをした時のその時の政治資金の使い方と、そういうことで起訴されるとさ、やっぱりこれ政治犯罪だってトランプが言うと、トランプと距離を置いてる人を見ても政治家らしいところの犯罪じゃないよね。なんかこういうところでトランプの足を引くのっていう感じになるから、アメリカわけわかんないんですよ。だからそうするとこういうわけわかんないところとはできるだけ距離を置いてね、価値観の同盟ってのはそこそこにしとかないと、大変だと思う。本当にだから
一番の問題はアメリカ専門家が日本で意外と少ないことで、アメリカの情勢っていうについてやっぱりもっと調べないといけないと思うんだよね。それアメリカと上手に付き合わないといけない。だからウクライナ戦争だってアメリカ問題なのよ。でも岸田さんはね、そういうのよ、これ皮肉じゃない、よくやってんだよ。だってフォーリンアフェアーズに明らかにアメリカ人の指南を受けて帰ったとしか思えないような内容の文章かと。それからタイムズにね、日本は平和主義を進めて軍事大国化の道を進んでるって、あれあのネットの方に載ってる、売ってる雑誌の方も今もそのままだからね。でもあんなんで内容にクレームつけて、あのこれはその内容と適切じゃないって書いてくれるっていうのは、タイムズの編集部とあのニューヨークの総領事館、それなんかいいからっていうことでタイアップ聞くみたいなことを私見てるわけだね。でもこれで外務省の方がしやしや、これがアメリカの喜んでもらえるなと、うちも軍事大国化してるからとか、こういうような感じでやっていて、なんだよみっともないことばっかりみんなしてるのかなと思うんだよね。だから外務省の人たちとかにも思うんだけど、頼むから普通にしてくださいと。でも結果としてはカイロとか反射材とかそういう支援であと78億円のジャンプとかね、結果としてはすごくいいのよ。踏み込んで、それ殺傷能力のある兵器は送らないし、今度は廃車になってスクラップ屋に送るやつを整備しましたから奮発して送るとか言って、なかなか考えつかないような支援だからね。だから結果としてはいいんだけども、やっぱり言ってることがあまりにもボルテージが高いと国民が勘違いするような、これが心配。今のお話でね、やっぱりケネディ家はその政治家をどう育てていくかというのは考えてるんですね。あのキャロリン・ケネディ様にはオーストラリアの大使やってますよね。菅前総理はとっても大事にしたんです。今でも続いてますね。菅総理も相談が来たっていうんですから、後継の相談という方はどうしたらいいかという。だから今 の、はい、お話ししていけば生きてるんですよ。ああ、はい、だからいいところにコマを置いてるよ、うん、これでバイデンさんと同じコマのところにチップ置いたって、ケネディ家にってプラスないから。でも民主党全体としてもね、住み分け外交とか現実主義っていうのを全部トランプさんに持ってかれちゃって、それでなんかカチカチとカチカチ山みたいな感じのところでさそのもう民主党をやっていくっていう話になると大変だよね。日本ででもあのカチカチ山の代表っていうのは昔官邸にいた金原さんだよね。だから日本のカチカチ山外交っていうのを知りたいんだったら、金原さんのいろんなインタビューとか読むとカチカチ山の考え方がよくわかると思う。だからカチカチ山っていうのはその後にボーボー森が続いてるからね。だから火ついた後はペロペロになるんですよ。だからそのカチカチ山外交をやめた方がいいと思う。よろしいですか。はい、あ、どうぞ。どうもありがとうございます。おとつい方と記憶してですね、BS6 の番組でね、プーチンには影武者がいると、なんか顔面認証すると大体半分ぐらい違うから、あれ信じていい報道なのかどうか。いや、デタラメに言ってたんですよ。あともう一つ、すいません。私非常に今不安になってるのは北朝鮮なんですけどね、はい、ミサイル何回も飛ばしてまたドラッグがあって、でも核実験はやってませんよね、あれだけ騒がれても。だけど中国がしっかりグリップしてるのかどうかというのを聞きたいんですが、最近読んでポンペオさんが、そのキム総書記がかなり中国に対する不満をね話したというのがあったんです、はい、どこまであれらしいっていうのか。今も暗殺し、今も殺してやろうと思ってるって話だよね。あなたは私を殺すこと考えたんじゃないかと、金正恩が言ったらと、今も考えてるよってポンペイを答えたって、あの言ったんだよね。中国のグリップは聞いてないと思う。聞いてないです。それでやると思う、いつかタイミングみたいだと思う、うん、それはどうしたかというと、核兵器を持っているっていうことが自分たちが侵攻されるのが極めて重要だっていうこと、すなわちアメリカが管理された戦争でウクライナ支援してロシア攻撃するなんてやってるわけでしょ。それってやっぱり核兵器持ちは来ないなと、こういう形でウクライナ戦争から学んでるよね。それからね、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国の時代に北朝鮮承認したでしょ、あの2つの共和国を。それウクライナ国交断絶したよね。
れすごい面白いの。どうしてかというと、なんであんな世界がどこも承認しないような国っていうのは承認したかというと、北朝鮮のビジネス感覚なんだよ。実は今もドネツクとかルガンスクとか4州の方って北朝鮮の労働者結構行ってるの、軍人じゃなくて。それがね、急いで住宅建てるでしょ。あのパネルの住宅だよね、ロシアの団地型の。内装はすごい北朝鮮がうまいんだって。要するに手が器用なんで、それで内装をするでしょ。それでお金をルーブルでもらうわけ。それ北朝鮮が欲しいものは食料とエネルギーだからロシアにあるわけ。ルーブルで決済できるわけ。それでビジネスになっちゃうわけね。あとね、どうも北朝鮮の軍人が行ってジャベリン見せてくれとかね、スティンガーミサイル見せてくれとか、あるいはアメリカの兵員輸送車とか装甲車とか壊れてるやつをどこが脆弱か見せてくれと、こういうことやってるんで、これは推定よ、私の。結構ウクライナ兵ってさ、最新のアメリカ製の兵器捨てて逃げちゃってるじゃない。あれロシア側が捕獲してるでしょ。北朝鮮買ってると思うなだから北朝鮮はアメリカ製の装備の脆弱さとか、だから気をつけないと北朝鮮製の違法コピーのジャベリンとか出てくるかもしれないなだからそういう意味で北朝鮮はこのウクライナ戦争でものすごい自分たちのそれをプラスにしようとして、それにしたたかな国ですよ。で、本当に核実験はいつかの段階で行うと思う。それで中国もロシアも拒否権発動するから、それだから安保理で北朝鮮に対する厳しい制裁は今できない。それは北朝鮮が素晴らしいからっていうことじゃなくて、アメリカが加え、西側連合が加えようとする制裁には賛成するわけにはいかないっていう、そういうねじ曲がった論理だからね。だから北朝鮮にとっては非常に今回チャンス増えてるっていう、こういう感じになってるんで、よくないよね。はい、はい、横さんどうぞ。すみません、フリーの横田はじめですけども、鈴木奈先生が今回のサミットでですね、ゼレンスキー大統領だけではなくてプーチン大統領も両方呼ぶべきだとおっしゃっててですね、で以前岸田さんから電話があった時に早期停戦するべきだと鈴木宗男先生がアドバイスしたら、分かったと、いいアドバイスありがとうと言ったのに、今回は両方呼ぶということに何でつながらなかったんでしょうか。その岸田さんが全然、聞く耳を持たないのが変わる可能性があるのかどうかについてお伺いしたいんですが。はい、今横田さん言ったのは、去年のあるいは G20 インドネシアが議長国でインドネシアに行く前に総理から電話をもらったから、私は率直に言いました。あなたがリーダーシップを取りなさいということ。で、だけども結局は話題にはならなかったですね。もちろん今回、俺は5月の11日、委員会で総理になったから、ここは総理の出番ですからってですね、言いました。それともやっぱり、ロシアにはしっかり、いわゆる、それぞれルートあるわけですから、ルートを通じて、首脳会談、あるいは議長サマリー、議長総括内の情報は、両者に関することはお伝えした方がいいですよということは言いましたね。そういった中で、やるべきことはやっておりますね。ですから、ロシアがさっき佐藤さんがいろいろ説明した中で、極端な反応を示していない。G7 に対しての厳しい言いぶりはあっても、日本単独でどうのこうのという話がないのは、まあ、それなりに聞いている部分はあるかなと、こう思ってますね。横田さん、面白いのは、鈴木さんの言うことは話半分から4分の1ぐらいしか聞かないわけでしょ。ところが、勇ましい人の言うことも4分の1ぐらいしか聞かないわけだよ。だから、トータルで考えると、そんな悪くないかもしれないと思うんですね。特にこのゼレンスキーさんの訪日と、前回の岸田さんのウクライナ訪問とゼレンスキーさんの訪日の両方を踏まえて、私はちょっと見方を変えて、あまり大きなことはしない、あるいはできないっていう、これ岸田さんというか、この国の行き地ね、その幅、
でもその中では横田さんをはじめとするあのフリーランスのジャーナリストたちが発信してるっていうのもこれも一つの要因になってるわけよ。やはり今企業じゃ大新聞がなんで朝日から産経までこんなカチカチやばいになってるの。だからすごいよね。だから今逆にこれ東京新聞だって価値観ということだと民主主義守れっていう形でバイデン政権と変わんない感じだからね。今だから平和主義的な尻尾が時々出てくるのは読売新聞だけだよね。あれ主筆がどんな渡辺恒雄さんがさどんな戦争でもとにかく巻き込まれるのは真っ平ごめんだと、ここのところは本人の体験としてあるから。だからなんか創価学会と読売新聞の主筆、読売新聞全体じゃなくてね、その辺のところっていうのは平和主義で、あとそれ以外の人はどこ見てもよく分かんないっていう、それ特にメディア状況が厳しい中においてやっぱりこれ今日は3人4人の方取っていただいてるんだけども、インターネットを通じてダイレクトに発信するっていうの声っていうのはやっぱり強くなってるよね。今アクセスどれぐらいですか、大地区の。うちで14,000ですかね。どれぐらいですか。大体それぐらい、15,000とか6,000だから。そうするといや、やっぱり多くの人たちっていうのがこの大地区でやってる発信っていうのをやっぱり見てくれるっていう形で、これも世論形成する上ではやっぱり無視できない影響になってくるんで、我々は月に1回やってることは無駄になってないなとすごく思うわけね。それで勇ましいことを言うのが愛国だみたいな、これやっぱり違うよね。だからその意味ではこの前亡くなった鈴木邦夫さんなんかがある時点からその力を使った形には良くないと、言論に対しては言論で全て言論の形でいくし、その暴力っていうことを排した形での政治っていうことをすごく言ってったっていうのはやっぱりすごくやっぱり重要だと思うんだけども、それで自分自身で考えて是々非々で考えると、だこういうの非常に重要だと思うんだよね。そうそう、それからあと作家の田中康夫さんから2ヶ月ぐらい前に手紙もらって、要するに一人一人は微力だけど無力ではないと言ったら、これ彼の最近のもう一回なんとなくクリスタルもう一回その後の状況を書き直した中の最後にある言葉で、私のその言葉を想起してくれましたねという感じでやっぱりお手紙いただいて、ウクライナのことなんかでも非常にやっぱり彼も関心を持っているということで、やっぱりここで大地区で発信してるっていうのは結構いろんなところで反響あるんだよね。あと横さん、さっきのにちょっと関連してね、今ウクライナの憲法、ロシアの憲法読んだら分かりやすいのはね、トップは絶対領土を離せられないんです。ウクライナはウクライナで領土放棄したらもうそこで大統領でなくなっちゃう。ロシアはロシアで憲法改正しましたね。交渉中のものは別ですよ。だから日露の平和条約交渉はこれは生きてるんですけどね、領土を譲渡した段階ですらもう大統領でないっちゅう法律、憲法なんですよ。だから誰かが中に入らんとダメなんです、これは。これがもう決定的なことなんです。それをですね、黙って見てたらダメだし、また武器なんか強要したりお金を送っちゃダメなんですよ。やっぱり叱るべき人、事実職の議長なり事実認定の議長なりがね、中に入ればこれは国際的にもみんな認めるわけなんですからね、それを早くやった方がいい。その今日本がその議長国なんですから、 G7 は国内の非安保理事国での議長国も2年間日本なんですから。それでインドなんかと組むとですね、それでまたブラジルもついてくる、インドネシアもついてくるとなると相当な世界中の人がになるから、ここはね、私はぜひともやってほしいなという気持ちを持って言ってるんですよね。それに今鈴木先生がやってまさに憲法の話は、今日皆さんが読んでいる月刊日報の中で有名な哲学者のヘーゲル学者の加藤久武先生がインタビューに載ってるんだけども、その中で主権国家っていうシステムがやっぱり一番問題なんだと、それを超えることはできない。主権っていうのはまさに憲法だよね。だから
ぱりそういったところが結局問題になるんで、その主権を超えるような形での解決っていうのは考えなきゃいけないわけだから。はい、ありがとうございました。あの1時間半になりましたんでですね、あの一回あの今日はここでしまうが、次あれ次のちょっと今ちょっと微妙になってきます、ね、微妙になってくるのはちょっと待ってください、はい、一瞬早めていいですかね。一周だと間に合わない感じですね。それを前にします。7日だと大丈夫です。7日だとか一周前は14日近すぎませんか。今日が 2週間、ええ、ここですね。あんまり大きなことないと思うんですよ。14ちょっと僕は難しいかもしれません。難しいですね、ええ、あの佐藤さんが6月ですね、いろいろ日程とですね、あの体の言っていいですか、まあ、ちょっとあのこう大きい手術控えてるんで、あの腎臓の移植なんですけどね、あのそれでちょっと6月 の後半のところで、あの病院に入らないといけないんで、だから先生決めていただいて、もしリモートで入れたら私リモートで入るっていう感じでどうでしょうか。はい、リモートに入るにしても14日ぐらいまで限度ですよね。いや14日っていうか21日までもう、いや先生逆に、うん、14日だったらリアルで大丈夫ですよ。大丈夫ですか。ただこの日7時からちょっと講演入れちゃってるんで、はい、あでもあの池袋ですから大丈夫です。大丈夫ですか、はいはい、じゃあ14日の16時にしましょうか。はい、じゃあの6月は 6月14日第3水曜日、あ14日は第2なのか、6月は、はい、第2の16時ということでお願いをいたします。あの佐藤さんも6月末からその大きな手術をされるもんですから、あの皆さんと一緒にですね、あの間違いなくあの次の人だと私は信じてますし、またあの佐藤さんがいないと私自身も大変だし、日本全体にも今佐藤さん大きな影響力を持ってる地の巨人でありますから、どうか皆さんね、とにかくあの頑張ってくださいという拍手を佐藤さんに。皆さん、本日もありがとうございました。